やはり実績のあるバッターですね。はい、2ストライク3ボール、投球6球目になります。あ、148キロでも、ちょっとこれ抜け出してますね。多分ちゃんと投げなきゃっていうタイプかもしれないですね。はい、そうすると若干こう腕の離れが変わってくるんですね。あの黒板に対してかほど、はい、これもストレートきました。147キロ。去年の8月31日ヤクルト戦で復活の1勝を挙げた福原、去年は結局9月弱くなっていくんですよね。ストレートできました。147キロ。